カロネードはアメリカ海軍の火力支援艦。艦名はカロネード法にちなむ。沿岸火力支援艦としてカロネードはブラウンウォーターネイービーでの運用を考慮して建造された。その武装は 40mm 連装対空砲を艦の前後に装備し、127mm 多目的砲一門及び連装自動ロケットランチャー8機も装備した。それぞれのランチャーは 毎分30発のロケット弾を発射することができた。カロネードは1952年11月19日に、ワシントン州シアトルのピュージェットサウンド、ブリッジドレッチング車で寄港する。1953年5月26日に、エル・ハーンドン夫人によって、命名、浸水し、1955年5月25日に、艦長、D オードラン少佐の指揮下収益した。 1955年7月21日にブレマートンを出港し母港のサンディエゴに向かう。サンディエゴには7月24日に到着。7月26日にはチャールズ・トーマス海軍長官の視察を受けた。最初の沿岸火力支援艦であったカロネードはサンディエゴ海域で広範囲訓練を行い、1956年3月19日に真珠湾に向けて出港。 一ヶ月間の作戦任務に就く。サンディエゴに帰還し沿岸での訓練を再開。8月20日、21日にはバンクーバーへの親善訪問を行う。その後1956年11月から1957年1月にかけて洋陸演習に参加、沿岸火力支援艦の有効性を実証した。カロネードはサンディエゴ海域で沿岸活動を再開し、 途中オーバーホールを受けながら任務に従事した。1958年1月18日から7月15日まで極東で活動し、西海岸へ帰還すると1959年の秋まで沿岸で活動、その後再び極東での任務に赴いた。1960年2月にサンディエゴに帰還、カロネードは同地で5月31日に退役し、予備役として保管された。 1965年にカロネードは最終駅誌 LFR-1 と指定される。ベトナム戦争でカロネードは第93沿岸火力支援艦隊の機関としてクラリオンリバー、セントフランシスリバー、ホワイトリバーと共に陸上部隊への支援を行った。カロネードは1970年に再び退役し、1973年5月1日に除籍された。 その後1974年9月1日にスクラップとして売却された。ありがとうございます。